食事をしてる時に、うん、僕がちょっと遅れて行っちゃったんですね、うん、でメキシコ料理屋さんに行って、うんうんうん、で行ったらちょっとその普段和やかな感じでみんなが会話してるんですけど、うん、行ったらちょっとピリついてるんですよ、うん、だからねそう、うん、で GACKT さんもちょっとイライラしてる感じで、うん、あれとやっちゃったかな、うん、ガクさん遅刻とか嫌いな方なんで、うん、遅れたから怒ってるかもなと思って、うん、僕もおとなしくこう座ってで、うん、みんなシーンとしてるんですよ。普段はすごい楽しそうにみんなで喋ってるのに、で隣にガクさんの事務所の社長さんで同い年の鮫島さんっていう人がいて、鮫島さんにガクさん俺遅刻して怒ってますかね、うん、なんかすごいピリついてる感じなんで、うん、で聞いたら、いや、すいんじゃないですと、うん、ちょっと問題があって、うん、どうしたんですかって言ったら、その僕が来る前にそのレストランの他のお客さんでちょっと酔っ払ったチンピラみたいな外人の人がいて、うん、が絡んできたらしいんですよ。ガクトさんに？そう、うん、ガクトさんのランボルニーギーニーでレストランに来た時の音がうるさかったから、うん、お前ら帰れとかなんとかって言われて、で初め無視してたらしいんですけど、そこからしつこくずっと嫌がらせをしてきてると、うんうん、で学徒さんがそれで怒っていると、うん、で学徒さんがそこから相手があまりにもしつこいんで、うん、でまあせっかくの学徒さんってその食事の場をすごい大事にしてるんですね、うん、一日一食しか食べなくて、うん、それを仲間とその好きなレストランの好きな席に座って食べるっていうのを一日のイベントごととして一番楽しみにしてるので、そこを儀式だよね。そうですね、そこをなんかそこのレストランで楽しむためにその前までをトレーニングとか仕事とかをストイックに頑張るみたいな、その日々の生活を終わりしてるので、そこを邪魔されるっていうのはすごい起こるんですよ。で GACKT さんがそれで怒って、まずそこの店長さんみたいな支配人みたいな人を呼んで、うん、今から僕は彼らと喧嘩をすると、うん、でそれを止めるな、うん、っていう、まず店に喧嘩をする断りを入れるんですよ、うん、で学生さんはその後にスタッフの人たちに、うん、なんかまず僕がその通り側のところに座ってたので、ヨヘイ君ちょっとそこだと喧嘩に巻き込まれるかもしれないから、うん、そっち側に反対側に座ってもらっていいかなって言われて、うん、で僕移動して、うん、でそこにいたそのガクさんのマネージャーとか社長さんとかに俺がやると、はい、俺がやるから、うん、その他にテーブルとか、うん、あとガクさん止めてる車とかに被害が出ないように、うん、一応そこだけ見といてくれっていうんですよ、うん、すごいなと思ったのは、うん、その時に普通そんな喧嘩になるって言ったら、いやいやいやと、うん、喧嘩やめましょうよとか、うん、いやいやってなるじゃないですか、周りがね、うん、その瞬間ガクトさんと普段一緒にいる仲間たちは一瞬で覚悟を決めるんですよ、うん、まあ本の中にも覚悟の決め方みたいなのがあるんですけど、うん、一瞬なんですよね、うん、でさすがにガクトさんに本当にやらせるわけ、うん、まあここから僕の妄想でもあるんですけど、うん、その普段にこやかにしてるスタッフの人たちも、うん、その一瞬で覚悟を決めた感じで、うん、スッと正して目の前のなんかフォークとかをポッケに入れて立ち上がるんですよね、うん、だから一瞬で刺しに行く覚悟をしてるんですよね、うんうん、でそれぞれが配置に立つみたいな、うん、一瞬でなんだろうな、そういう争い事があった時に覚悟を決めるっていうことができちゃうのを仲間の中でも浸透する、もうなんかちょっとしたマフィアですよね、うんうん、もう覚悟の決め方が怖えと思ったんですけど、ああなんかこういつでも喧嘩できるように、いつでも覚悟を決めれるように、まあ、仲間うちも含めて、それでその時の気遣いも、まあ、店に対する気遣いだったり、そこにいる、まあ、僕らみたいな、ね、あのゲストとして来てる人たちも対する気遣いも全部した上でやりに行く、うん、でも結局相手がその空気を刺して逃げるように帰ってったから大丈夫だったんですけど、うん、いつ乱闘になってもおかしくないような、うん、でガクさんそもそもめっちゃ喧嘩強いんですよ、うん、あのトレーニングしてて、うん、たまになんか食事の時に、ヨヨ君絶対避けれないパンチ
いや受けてみるとか言って言われてもう見えないんですよ。で力もすごい強いから、うん、そうそう、まあその外国人の人たちは命拾いしたなとは思ったんですけど、ね、うん、そんなこととか、うん、まあ、あとはその駆け引きとかではポーカーとかでね、いつでもあっと驚かされますよね、うんうん、あこういう駆け引きをしてとか、うん、いつもなんかこっちの札は読まれ、うん、こっちは勘違いされあの、うん、でなんか その時になんかポーカーですごい僕の中で印象的だったのはやっぱ素人ってブラフでバンバンいっちゃうじゃないですか、うんうん、でその時にガクトさんに注意されて、やっぱそういう風にブラフばっかあれしても信用をまず得ないとそのブラフは有効にはならないから、その苦労との食い物にされちゃうよと、うん、で勝負に必要なのはハーフブラフだと、うん、要はあの信用勝ちって上でしかるべき時にブラフを出すみたいな、その2つがないと信用とブラフ両方がないと勝負は勝てないっていうんです、うん、でそれはどういうことかっていうこととかを全てに、そのポーカーだけではなくて、うん、そのもちろんハッタリも重要だけれども それよりもその事前までにどれだけその場で信用を自分が勝ち得たかっていう、うん、自分はこういう時にこういうふうにするですっていうのを知らしめた上で、それを裏切るような勝負ところでも札を切らないとあのブラフがキラーカードにはならないっていうことを教えてくれたりとか、なんかそうですね、まさしくその本の内容とかをすごいその実践して見せてくれるというか、逆にじゃあその理にかなったやり方とはちょっと違う側面、うん、えと思うようなちょっと意外性ってものを見せてくれたことはある。えこういうところでこんなに何かに対して弱いんだとかね、優しいんだとか、あそういった言い方って垣間見たことある。そうですね、僕マレーシアにスタッフをちょこちょこ連れてくんですね、うん、である時一回すごいスタッフがミスをしてしまう、ミスというかもう大問題を起こしてしまって、ガク、うん、さんの家に、まあ、食事連れてってもらって、うん、その後ガクさんの家に遊びに行って、うん、で朝5時6時ぐらいに帰って、うん、っていうのがあったんですけど、その時に新人のスタッフを連れてっちゃってたんですよ、うん、そしたらその子があろうことかその場にいたガクトさんの後輩の彼女を口説こうとしちゃったらしくて、うんうん、でそれ僕ら気づかなかったんですけど、うん、翌朝もう朝7時8時ぐらいにガクトさんからメッセージが入っていて、うんうん、でそういうことがあったらしいということを聞いて、でどういうこと、なんでそんなことが起こったんだろうと思ってそのスタッフに確認して、うん、でそういうことがあったことが分かったので、でガクさんに、まあガクさんもすごい怒っていて、うん、ですいませんとちょっと一度時間をくださいっていう話をして、うん、なんでって言われて、でちょっと一度謝りに伺いたいんでって言ったら、こうあ別にそういうの必要ないから、うん、と思うじゃないですか、うんうん、すごい怒ってるなと思って、うん、わざわざその謝りに来るとか、うん、そういうの別に必要がないみたいなことを言われて、誘ったり誘っていただいたりとかっていうところに、うん、こういや今日はマレーシアにいるけど、うん、今日は時間ないとか言われたことがなかったので、うん、これは相当怒ってらっしゃるなと思って、うん、でもなんかすごいお腹も空いてますし、うん、ご飯一緒に食べたいですって言ったら、あそれだったらいいよ、うん、謝るとかそういうためじゃなく、ご飯を楽しみに行くんだったら全然おいでっていうふうに言われて、うん、あよかったと思ってとりあえずご飯に行ったんですよ、うん、その後輩も連れては連れてかないです、うん、連れてかないで、うん、でもまあやっぱご自宅行った時に、うん、いやこの度本当にすいませんでしたっていうのを謝った時に、うん、その時にそのいわゆるスタッフを管理できてなかったっていうこととか、うん、そういうよく分かんないスタッフを連れてったっていうことで、うん、怒られるだろうな、うん、と思ったんですね。そしたらその時の学徒さんの対応が僕の中では、うん、まあ、意外でもあり、うん、なるほどこういうことかっていう気づかされた部分でもあったのが、うん、一切僕に対するその怒りをぶつけるとかそういうのは一切なかったんですよ、うん、なんでそれ今回のその辞書がいけなかったのかっていうことをまず説明してくれて、うん、そのまずその GACKT さんの後輩の彼女って分かりながらうちのスタッフが口説こうとした、まあ、それ本当にいけないことなんですけど、これがもしその子が本当すいませんでしたと、うん、あまりにも可愛くて自分が
その欲求我慢できませんでした、うん、って言うんだったらまだワンチャンあると、若さゆえのっていう許される道があるけど、うん、その子一旦隠そうとしたんですよ。いや、うん、僕そんなことしてないですみたいな、うん、あの嘘をついたんですね、うん、でそっちに行っちゃったってことは、うん、若さゆえに関係なくもその人間の本質的な問題だから、うん、そこをで学さんは洋平君はおそらくその子を指導して教育し直して、うん、もう一回チャンスをあげるみたいな方向に性格上行くと思うんだけど、それはやめた方がいいと、うん、時間の無駄だと、うん、その若さゆえのではなく、そのもう人間的にっていうところはなかなか人間は治らないし、うん、そこに治すための教育の労力っていうのはコストが合わないと、うん、だからすぐ切った方がいいっていう、うん、ガクトさん自身が若い、まあ、面倒見てた子たちから裏切られたエピソードとかを全部さらけ出して話をしてくれるんですよ、うん、そういうことは結構あったんだ。あったみたいで、うん、でそういう時の話とかをいろいろ教えてくれて、でその時になんかガクトさんってなんか怖い印象とか厳しい印象があるから、うんでまあ、スタッフの人とか怒られてるところも見たことあるんですけど、うん、でもなんかその自分が実際その説教ではなく、うん慰めるでもなく、うん、なんかその微妙なバランス、その例えば慰めるって、うん、鎮痛剤みたいなものじゃないですか。その瞬間は気が楽になるし、うん、よかったって思うし、なんか心がだとなく落ち着くんですけど、根本的な解決には一切ならないじゃないですか、うん、でその厳しい方向の話とかは辛いけどもこうまあ、根本治療の方になるじゃないですか。でガクトさんってその優しさと厳しさみたいなものが絶妙になんかこう配合されてるみたいな、うんうん、単に頭ごなしに説教して切れて当たるわけでもなく、ただ優しく慰めてくれるわけでもなく、うん、自分の実体験とにもうすぐ切れって切った方がいい、うん、なぜならっていうところの説明も含めて、うん、なんか絶妙ななんかそんなね、なんか出版社としてあるまじき、うん、ね、著者の家に行って後輩の彼女をスタッフが口説くなんて最低じゃないですか、うん、でもそんなことをしたところでも感情的になんか僕の方にはと起こるんではなく、うん、そういう指導の仕方をしてくれるっていうのが、うん、あ、だからこの人には人がついてくるんだろうなっていう、うん、僕だったら、ざけんなよってなって多分怒って、うん後しなんてなっちゃう気がするんですよ、うんうん、なんかガクトさんの場合なんかその鎮痛作用、まあ、優しさと厳しさとなんか非情さというか冷酷さみたいなの全部兼ね備えていて、うん、なんかそのバランスがすごいなって思いましたね。逆にその、まあ、編集者っていう立場でね、はい、あここはこういうふうに書いた方がいいと思うとか、うん、洋平は洋平なりにその自分の意見っていうのを彼にぶつけたと思うんだけど、はい、それに対するその受け取り方っていうのはどうだった？